バイセクってなんだろうねっていう話をするんですけど、まず大前提として言うと恋愛対象は私本当にどっちもあるんですよ。でも男性として好きな人の恋愛観と女性として好きな人の恋愛観って私全然違くて、男性の場合は結構リードしてほしいっていうか、私のことを引っ張ってくれるみたいな人がすごくいいんだけど、逆に女性の場合だったらむしろ私リードしてあげたい側なんですよね。結構逆なんですよ、私心が2つある。そうごめんなさい、今からちょっとエッチな話をするので今すぐイヤホンをつけてください皆さんスピーカー等で聞いている方は今すぐミュートをするか、もしくはイヤホンに差し替えてほしいんですけど、四季凪明はさ、一人の人間なのでムラムラする時もあるんですよ。はい。でね、家とかでさ、そういうエッチなものを見る時があるじゃない。で、私基本は男の日は男の日、女の日は女の日っていう感じなんですよ。波があって1ヶ月くらいずっともう本当に女の子が続く日もあれば、3日女の子も3日男、3日女の子3日男みたいな日もあるんですよ。自分でわけわかんねえなってなるのが、エッチな気分になって一人でね、家でエッチなもの見るってなった時に、女の子のそういうエッチなやつを見た2時間後とかに男のやつ見てる時があって、わけわかんなくなってんだよね、私ね。そう。そういうことがあると、なんかわかんないけど、勝手に嫌悪感出てくるんだよな、私。自己が保てなくなってくるじゃないけど、私って何なんだみたいな、そう。お前が好きなのは男なの、女なの、どっちなのっていう、なんか、勝手な自己嫌悪に陥るじゃないけど、謎の面ブレが発生するときがあって、今はさ、もちろんそういうのはないんだけど、もちろん、そう、そういうのはないんだけど、本当にすごく昔、学生くらいの頃ですよ。本当にちょろっとね、その、付き合ってた女の子とかがいた時とかに、家でね、その一人でする時とかに、そういう男のもの見てたりすると、ちょっと嫌悪感あるじゃないですか、やっぱりそういう。言わんとしてることわかりますよ、これ。それもあって、だからこそ公言してるみたいな部分もちょっとあんのかな。わかんない。何なんだろうね。まあでも多分ね、実際いざ付き合うってなったら、別に浮気するわけとかでも一切ないんですけどね、本当に。寝移りするとかは一切ないのでそこは大丈夫なんだけどね、気持ちの持ちようの話よね。性的処理の対応は幅広い方がええでぶっちゃけるな。結局のところなんかこういうのって別に一人で処理できてはいるから気にするもんではないのかもしれませんが、はい、はい、じゃあみんな、イヤホン外していいよじゃあそろそろね、ツイッターブルー君の話をしようか。ツイッターブルー消え